いな。幅すご。XLR。これも実際に全部あれですか？これは今動くようにしてます。あ、こっちが XL が。はい、これみたいなことは別に合わせないかも。あ、これも、もう全部自衛隊で使用しようやつですか？はい、もう昔のでしょ？ 80年代、90年代、2000年代。今これのデジタルメーカーちょっと進化した顔する。とんでもないデカさやな。自衛隊行ってもなかなかこれだけのいろんな細かいものってね、一回行くの一箇所に揃えたらなかなかないですよね。ないですよね、うん、すごいですね。自衛隊あたりがね結構貴重なのこの辺からの。ああ、そうなんですか。この自衛隊からね。ああ、初期の自衛隊。ああ、へえ。僕も全然ちょっと詳しいことはないんだけど、うん、ねえ、何も自衛隊勤められおったりでもこれだけよう揃えますね。いや、昔は通ったんですよ、売店でも。ああ、そうなんですか。予備隊関係はもうなかったですね。本物なんて支給されるもんじゃ分からんもんだけど、支給の他に私物で買えるつもあるんです。警察なんかでもあの階級証、支給されるやつと、私物で買えるやつがあるんですよ。ああ、そうなんですか。はい、それは知らんかった。で、その関係者じゃないとも絶対買えないですけどね。はいはい。予備隊、保安隊、自衛隊、入れて、変わっていく途中の、ずっと、変革。で、今は、戦闘服は赤の色になって、制服なんかは金色に変わってるんですけどね。ああ、はあ。私は、工事が始まったからね。ああ、へえ。すごいな。5、6式制服、7式制服とか。今から言うと、3世代前なのか、4世代前なのか。これは。うん、素晴らしい。じゃあ、ご主催の電気とかね。あ、これ。こういうのは、あれですか、自衛隊でなんか振るなんて払い下げというか。昔はね、破壊されずに、一部破壊されてると、旧話とか組み直して、まだ旧まで出ちゃったんですけど、今はもう、絶対出てくるんですよ。昔は払い下げ結構出よったんですよ。あ、そうなんですか。この試合もなんかでも。
これはもう好きな人はたまらんね。ええ。多分面白いかもね。この一部屋だけでもこんだけ詰まっとる。こっちは昔の立海軍。これ前見てないですわ。ライデン。当時の本もあって、これによって、ね、こんなとこ積んどっていいんですかと言われたら、ね、いや、まだこれが成立するけど、まあ、そのまま。ほんと、すごい。
んでもない数のコレクション。それ赤が見えんようにするのなんか意味あるんですか？
日の丸か。昔からこうやるけど。そうなんですか。ということは季節によって違うことですか。おろすのは。これ9分の場合、四角に。あ、9分が ?9 分。へぇ。で、今、開示は、開示はこれも三角に。あ、開示が曜日方なんですか。ええ